命というのはどういうものか。私は生物学的にもいろいろな命というのを考えたりですね、それから直接的に私がこうある展開ができるようになったのは、このブログでもかなり何回か取り上げましたが、大阪の中学校の先生が、朝礼みたいなもので、女子生徒の場合は職業上のキャリアを積むよりも子供を2人産んでそれを育てることが大切だと発言され、それが原因でこの4月に退職されました。多くのテレビの解説者などがそれを批判しました。私はそれを見てですね、それ以来まず女性と育児という問題を考え、さらにそれが発展して命を大切にするっていうことはどういうことだろうかと、いうことに考えが至ったわけであります。この写真はですね、だいたい1850年頃に撮られたわけですね。最初はこれはその当時のカラー写真のやり方ですが、写真は全部白黒だったんですけども、それに、写真家の隣に師がいまして、その写できた写真に色付けをするという、もちろんカラー写真というのはどういう色付けの仕方をしていいでもいいわけですが、そういう方法で色付けをしたもんだというふうに言われておりまして、記憶では私が今から30年ぐらい前でしょうか、アメリカのとある図書館からですね、お借りした本から取ったもので、もちろん著作権ないんですけど、一応了解も取ってあるもので、よく使うものですね。屈託なく笑うその当時の少年と少女、それからそれを後ろから見る大人でできてるわけですね。大人にとってみれば、子供がこう楽しそうに話していることは非常にいいことで、そういう顔がこの見てる大人の笑顔にも出てますね。で、この人たちは私たちのですね、160年ぐらい前ですから、だいたい5代前ぐらいですね。ですから、ひいおじいさんのお父さんというぐらいですね、離れておりまして、写真は子供ですが、彼らが私たちの先祖なわけですね。で、彼らがこうやって明るく生活をし、それで女の子と男の子とが結婚してくれたので子供ができ、その子供のおかげで私たちが生まれ、今、命をいただいてるわけですね。で、私この前のブログで書きましたように、命を大切にするってのは何だと、こう思いますとね、私自身の命、私の子供の命っていうのを大切にするのは非常にいいわけですが、しかし、人間でも他の動物でもそうですが、命というのは例えば80年経ちますと、どんなに大切にしてもなくなってしまいます。一個体ですね。人間ですと一個人の命というのは80年しか保ちませんし、病気なんかもありますから、やがて滅びるもんですね。ですから、命を大切にするというのはある意味でやや言葉に矛盾があってですね、命は大切にするんですが、やがて失う命をとりあえず大切にするという意味なんですね。それよりか重要なことは命が続いているということなんですね。この江戸時代末期の子供たちが結婚して2人ずつ子供を産んでくれなければ、私は当然いないわけですね。つまり、一人の命は80年ですが、命をつなぐことによって命というのは次々と輝き、笑い、そして成人し、結婚し、子供を持ち、そして続いていくわけですね。私はある私の本の中に、2つの環境、命は続いているというものがあるんですが、私はその本を書いてですね、命というのは非常に不思議ですが、つながっているものを一つの命とするんだなと思ったわけですね。あんまり拡大して考えると分かんなくなりますが、例えば日本人ですと、少なくとも2000年ぐらい前からですね、もうだいたい今、そうですね、60代ぐらい続いてるんですかね、もうちょっと暗算をしててあれなんですが、続いてるわけですね。その命が大切なんではないかというふうに私は思うんですよ。命というのは自分の命、私の両親はもう他界しております。しかし、私の両親が他界してても、私はここに存在するわけですね。
私があの世に行ってもまた子供たちがいるわけですね。これが大切にしなければならない私たちの命ではないかと思うんですね。これは人間のように頭で考えると自分の命と考えられますけれども、私がいつもお話しているあの魚の鮭ですね。これは、オスとメスが生殖すると即座に死にますが、それは後世代に命を託して自分たちが死ぬわけですね。まあ、これは栄養のバランス上、まあ、死ぬ方が、両親が死ぬ方が適切なので、まあ死のスイッチが入って死ぬわけですね。つまり、その鮭の状態なんかを見れば非常にはっきりしてるんですが、命を大切にするというのは大人の命を大切にするんじゃなくて、大人から子供へと引き継がれる命を大切にするということになるわけですね。そうしますと、人間にとって最も大切なものが命だとしますね。まず当たり前ですよね。命がなければ人間というものが存在しませんから、おそらく人間にとって最も大切なのはお金でもなく健康でもなく何でもなく多分命なんですね。第一に大切なのは。その命とは何かっつったら、私の命、個人の命ではなくて続いていく命ですよね。その意味では、一番人生で大切なのは命である。ということはどういうことかっていうと、結婚するっていうことであると。もちろん結婚しなくても不倫でも子供は生まれるわけですが、しかしまあ普通に考えたらですね、やっぱり私はもう何でも王道で考えるんですけども、まず子供を産むとなれば結婚をする。ここの、小さな男の子女の子もですね、おそらく今それこの写真から10年か15年経ったら結婚したんでしょうね。そして子供を産んでそれを一生懸命育ててくれたわけです。まあ、その時に、育てたのは形上女の子が多かったと思うんですけども、ただその、子供と家族の食事を田肌を耕したりして獲得したのは今度男の子の方であり、またこの当時は戦争がありましたからね、このうちの何人かは戦争に行って戦場で命を落としたと思いますが、当時の戦争はもちろん今でもそうですが、自衛戦争といいますか、土地を守る、住むところを守るわけですね。住むところと畑を守るわけです。土地がなければそれやっぱり命がつなげません。ですから命というのは大切なのは結婚すること、狭い意味での育児ですね、育てること、それからそういう家庭を営むために必要なお米だとかお金を稼いでくること、それから敵が来たらその敵と戦って家族が住んでいく、子どもたちが住んでいく土地を確保すること、こういったことがですね、命を守ることになりますから、そうなりますと人間が一番大切な命を守るのに大切なことを4つぐらいあるわけですね。どれが大切ってことありませんよね。結婚する、子供を産む、子供を育てる、家庭を維持するだけの収入を得る、生きていくだけの土地とかそういった必要なものを確保しておく、まあ、こういったことがですね、男が何をやる、女が何をやるっていうそのつまらない話ではなくて、やはり人間として最も大切なことなんでしょうね。それが女の子が2人産まなきゃいけないか 2.5 人産まなきゃいけないかっていうのは、詳細な議論は私はですねあまりその関係ないと思うんですよ。私が一番大切なと思うのはやっぱり結婚するして子供を作ることです。これは女性なんか結婚して子供を作ると女性のことばっかり言ってるようですけど、結婚というのは男性と女性でするもので、子供を作るのも男性と女性がいなければ子供ができませんからね。だから夫婦愛協力して子供を結婚して子供を作ると。もちろん再々言ってますが、1万人の集団があればですね、結婚しない人もいるし、結婚したくてもできなかった人もいるし、子供ができない人もいるし、早く亡くなる人もいるし、そういうのはいっぱいあるんですよ。そういうことで集団というのが行くわけじゃないんですね。集団というのは、まあ、こういうふうにやろうじゃないかというコンセンサスがあって、まあ、それが必ずしも満足にできない人もいるわけですね。例えば戦争ですと若い男性は未婚のまま出撃してそこで命を落とすということもあるわけで、それはおかしいじゃないかと言ってもですね、それは集団というものが形成されるには必ずそうですから、だからそれはそのもうへりくつみたいなもんですね。ですからまず王道、
我々は人間、生命として命を大切にするというのが一番大切である。じゃあ命を大切にするためには自分の命を大切にするんじゃなくて続いていく命を大切にするんだということで、私たちがやらなきゃならないことは結婚し、出産し、家を守り、そして、日本を守ると、この4つをやることによってですね、私たちは命の大切さを具体的に実現していけるんだと、まあ、こういうことになると思うんですね。そうしますと、退職させられた、責任を取って退職させられた、中学校の校長先生がですね、女の子は職業上のキャリアを積むよりも2人の子供を持つということが大切ですというお話になりましたね。それは女の子が子供を産むということですよ。産むのは男は産めませんからね。もし女の子が子供も産み、それから母親としての仕事がありますから、母親としての仕事をし、しかも家庭に、その家庭を維持するための収入を得なければいけないという言い方の方がひどいですよ。だって子供っていうのは形式上女性が産むんですが、子供を産むのは男性と女性、夫と妻で産むんですからね。子供を育てるのも夫と妻で子供を育てるわけですよ。この育てる、産むっていうのはもう女性しかできないから、これ当然なんですが、子供を育てるのも、まあ、小さい頃の子供であればやはりお母さんが適切なんですね。そうすると必然的にお父さんをサボってていいかと、今のお父さんサボってるんですが、お父さんサボってていいかって、いやサボっちゃいけないわけですよ。共に、子供を育てるわけですから、自分が稼いだお金は原則すべてを妻に渡して、そして、家族一体として生活していくと、これが命をつなぐということですからね。ですから私はその女の子だけがなぜ産まなきゃいけないのとかねそういう全く私たちが生き物ではないという、私たちは自然の中で生きているわけですから、それをよく理解した本当にこう素直なやっぱり考え方、その中で、まあ、もし女性がですね、まあ、不当な取り扱いを受けているなら、その不当な取り扱いを受けているから、そういう命を大切にするということから外れると、この今度の中学校の校長先生が罷免されたのは、退職させられたのはどうしてかというと、女性が辛い思いをしてるから正しい意見を排斥してしまったんですよ。女性が辛い思いしてるんだったら女性の辛い思いを除く必要があるんであって、命の方に手をつけてしまったっていうのが、まあ、今度の事件でしたし、私もこの際ですね、まあ、女性と育児、それから命というものは何なのかということを、まあ、深く考えさせられたわけですね。